テレビの略なんですけども、フィリピンの、あんまり来たことない方からのご質問ですね。どんな場所なんですかと。日本のキャバクラとの違いはどんな感じなんですかという感じですね。まあ、あと、マラテ、エルミタならどんな場所が、どこの KTV がおすすめですかと。まあ、マカティの場合はどうですかって感じなんですけども、まあ、マカティはブルゴスストリートのところに結構 KTV ありますよね。で、まあ、マカティの場合は、それなりに、やっぱり、ちゃんとした女性がいるっていうのがイメージですね。マラテの場合はですね、まあいろいろなんですけども、まあスコータイリア出身の女性もいたりとかいろいろいるんですけども、まあ日本語を慣れてる人にちょっと気をつけた方がいいなと思いますね、逆に。すれちゃってる人もいるので。なので、まあ気楽に楽しむっていうのが KTV だと思うんですけども、日本のキャバクラと違う、まあ、結構ですね、ステージがあって女性歌ったり一緒にしてる人が多いですよね。なので KTV、あと、お持ち帰りとか基本 NG っていうのが KTV です。で、海外移住された方が無料で、